どこまで流したかな？ 10 番。10番。これまでは流したのか。じゃあ11番かな？あれ？これは流したよね。12番。これですね。じゃあ、ラブムーンチャイルドかな？ランポッパ。よし。まだまださ、いっぱいありますね。よし。これね、なんか、かけなくてもいいらしいですね。なんか、鳥のやつ。でも、かける。せっかく切ったならかけようぜ。52か。黒よ、ほい。さっき黄色飛んできましたね。黄色初めて？そんなことないか。あんまり見ないですよね。黒、青か。これむしろ青以外で当たったことないですよね、私。もう一回かけます。なんか、結構ネカ溜まってませんでした、今。あれ。1900とかになってませんでした？よし。黒。あ、そうそう、ジンギスカンね、前、20回かな？ 20 回で、お、黒来た！やった！すごくない？これ。やったね。黒。神秘と無を運ぶ鳥。神秘的な女性。しかし心はキョン。冷たい瞳は何を見るのか。光と音の洪水の中で。500ネカ。受け取んな。やったー。ほらほら、2000までいったよ。大金持ちだよ、やったね。これで、夜になったら来るのかな。どこに出るんだろう。前見た時でも、なかったんだよ。まあいいや。いや、びっくりした。何の話してたんだか、もう、全部飛んだ。何の話してたっけ？あ、今回黒多いな。黒ばっかじゃん。これってあれかな？やっぱ、全部こう当たったりするとラブもらえたりするのかな？もうじき日が暮れる。あ、日が暮れるからダメと。そうですか。さて、どの辺に出るんだろう？何の話してたっけ？本当に。忘れちゃった。何だったかな？すいません。本当に完全に抜けました。いや、黒の鳥で全部抜けちゃったよ。いっか。あとで、ちょっと、何言ってたか、自分で聞き直して、見ますね。どこに出るんだ？いないよね。いないなぁ。こっち側に出るのか、この辺に出るのか、こっちの端っこの方に出るのか、とりあえずこの近くにいるかな。そうすれば、わかるかな。うろうろして、ちょっと、待つしかないかな。夜にはなってるから、そろそろ来るんじゃないの？そんなことはない。その夜だもんね。そろそろ来ないかな？まだ来ないか？もう夜だよ。来ないね。まあ、いっか。待ちましょうか。のんびりと。まだまだ。夜は半分くらいある。来ると信じて待つのです。せっかく当たったしね。これはこの機会にキャッチしないともったいない。
これでキャッチすればあと1匹か。あと1匹はあれですね、サクリファイスアニマルズか。どこに出るのよ。いないな。本当に来ないじゃないか。木の底より灰やな。あー、来た来た来た。え、大きいな。予想以上に大きいな。びっくりした。大きいぞ、これ。チュピピンの人持ってけるの？ていうか、刺さるよ、変な持ち方すると。つかめてないね、それ。刺さってます、チュピピンの人、それ。イエーイ。よし。82か。なんだ。ちょっとしけて。うん。よし、じゃあ、あとは、あれか。サクリファイスアニマルズ。今日キャッチできるかな？ちょっとじゃあ、まあ一応行ってみますね。よいしょ、よいしょ。あ、このうごめいている図は、ちょっと気持ち悪いな。口がなければね、まだ、普通に可愛かったと思うんですけど。口がいかんね。はい、お願いします。トロピカルフィールドにお願いします。よっと。そろそろ顔パスでお願いできませんかね。もう何度も来てるんですが。よし。行きます。お、お。朝になった。おほー、おー、激しい。激しいですね。失礼しまーす。お願いしまーす。へーい。あ、そう、立ってるし、ちょっと聞いとこう。ひぃ、お前はアホか。僕の質問で頭が来る。あ、やばい、やばい。一緒におるとアホが映るわ。説明してやるから、とっとと伏せろ。ごめんなさい。ヘイガーグラフィー、おー。タル人間シリーズね。これが浮遊探査ロボタル人間シリーズの理論形態を応用したヘイガーロケット7。この犯人が空の天井を飛び越えるために開発した友人月探査船ではある。うん。どれが、あ、どれがうまくないんだ？もう二度と説明せんからな。これは、これがないのか。冷却システム開発素材が確かないんだよ。うん。これは花火か。だよね。で、これが、電波リキュールで、これが、ゲーステ。だから、冷却装置がないんだな。うんうん。冷却装置か。なんだろうな。なんか、とりあえずじゃあ、あれだよね。もう一匹。の、最後の一匹は、あれだよ。なんだっけ。